8、7、6、5。駆動用電池起動。メインシステム準備完了。メインエンジンスタート。0、1、SRBA 点火。リフト。4、5、6。順天長衛星1機4号機を搭載した H2A ロケット34号機は平成29年10月10日今 H2A 36号機が打ち上げられました。すさまじい音を轟かせながら高度を上げていきます。 H2A の打ち上げは今年5回目で1年間の打ち上げ回数の最多記録となりました。およそ2ヶ月に1回の打ち上げ、打ち上げ回数が増えれば増えるほど私たちにとってロケット、そして宇宙がより身近な存在となります。私たち大人が子どもの時に抱いた宇宙への夢や憧れを今の子どもたちはさらに強く持つことができるはずです。 H2A36 号機は現在日本の東南東の方角に向けて飛行し高度を上げています。エンジンから吹き出した炎は白い煙となり、宇宙への道しるべのように空高く伸び続けています。 H2A36 号機にはカーナビなどに位置情報を送る日本版 GPS 衛星みちびきの4号機が搭載されています。打ち上げが成功すればみちびきは計画されていた4機体制が整い、アメリカの GPS 衛星と組み合わせることで来年度から位置情報の精度がこれまでの誤差十数メートルから6センチ程度まで高められる見込みです。みちびき4号機はおよそ30分後ロケットから分離され予定の軌道に投入される計画です。この軌道投入が無事に完了すればロケットの打ち上げは成功ということになります。今打ち上げの補助的な役割を果たすためのロケットに取り付けられた2つの固体ロケットブースターが切り離されたものとみられます。ほぼ予定通りの時間に分離されたとみられますので H2A36 号機は順調に飛行を続けているものとみられます。以上、鹿児島県の種子島宇宙センターから中継でお伝えしました。小笠原局でのロケット追尾が開始されました。第1段エンジンの燃焼は正常、制御系、飛行経路も正常です。ロケットは順調に飛行を続けており、現在の高度は約 107km、 秒速約 1.6km です。